役員報酬最適化を活用した、シニアの経営者様向けの年金復活プランをですね、ご採用いただいた場合の、良いところは何かと、メリットは何かということを考えてみたんですけれども、まあ、いくつもあるんですけれどもね、一つには年金をもらいたいがためにわざわざ法人を解散する必要はないといったことも考えられますね。いわゆる個人なりっていうんですかね、法人を解散して個人事業主になると、中にそういうことを検討されている方もいらっしゃいますよね。法人から報酬を受けていると、報酬と老齢厚生年金の調整がかかってしまって年金が受け取れないけれども、個人事業主としてね、受ける分には年金が全額受けられるようになりますからね、個人事業主の所得がいくらあっても年金は全額出ますので、そういったことを知った経営者の方が、法人を解散しなきゃいけないのかということをね、検討されている方がありますけれども、年金復活プランを採用いただきますとね、全然そんな法人を解散する必要はありません。法人から従来通り役員報酬を受けたままでもですね、その役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方を変えるだけで、報酬と老齢厚生年金と両方もらえます。ご関心ございましたらお問い合わせください。